はい。え、てれせんしゃです。え、今日はですね、あの、各ショットのですね、あの、なんか修正というか、直し方というか、あの、習得の仕方についてですね、ちょっとこう紹介していきたいと思うんですね。主にうちのトンカチ使ったものなんですけども、あの、最初はね、サーブの修正からね、あとはもういろんなところで取れる空間認知、えー、その他いろいろありますので、ちょっと一回、あの、動画をご覧ください。これ、あの、フェデラーさんの、 えー、サービスの動画なんですが、この YouTube の動画、非常にね、あのイメトレで素晴らしいので、概要欄に載せておくので、リンク先で見てください。かなりね、あのえー、いい情報を載せてるサイトなので、こうおすすめですね。で、フェデラーさんのこのサーブを、このタイミングですね、この時にに、えー、トスを上げて、こう、膝を曲げてますよね。で、えー、ラケットヘッドがこのその時に、こう、一番上に上がってますよね。この膝がこがちょうど、この伸びる時 この時にラケットヘッドって一番上ってのがこれベターなんですねでこれはあのテニスの、えー、と教本なんかでもこう出てることなので、まあ、これは間違いない内容ですねで膝が伸びると同時に、えー、ヘッドダウンしてちょうどあの足がこう地面から離れる時がラケ,ヘラケットヘッドが一番下と、えー、いうことがあの一番タイミング的にまた、えーラえー、スピードの効率を上げるにも え最もこうベターとこう言われてる動きです。これを実際にトンカチ持って打つんですけどちょうど背中の後ろでですねこのラケットの重さが分かるのでどこにこうちょうどえラケットのヘッドがあるかっていうことがこう重さでこう分かりやすいんですよね。なのでサービスのタイミングを作るには非常にこ,のこういう重いものを持つというのは非常にいいですね。 またあのサーブしてプロネーションってありますよねこう内側にこう,こうひねるようなこう動きですねでこの感覚をですねあの、えー、教えるのもね非常にこう、えー、使えたりするんですよねでどういう,うにこうにプロネーションっていうね感覚をねこう指導すればいいのかっていうねこの例もねちょっと説明してみますので一度見てみてくださいサーブのプロネーションとなるとなんかこうひねると腕を痛めそうな感じがありますよね で、このトンカチを使うとこの重さで自然にプロネーションの動きができるので腕の力はもうほとんどこう脱力した状態で動きというか形というかが覚えられるんですよね。なのでこう上にこう向かってこう振り上げていけば重さで自然にかえって腕のこうプロネーションのこうイメージというかそういうのが分かりやすいので皆さんも一度試してみてください。このフェデラーさんのです、ね、手首の動きを見てほしいんですけども。 すごい柔らかくしなら、しなってますよね。この部分ですね。ほとんどこれ。九十度に近いですよね。九十度でしょうね。ほとんどね。すごい柔らかく動いてます。それとラケットヘッドとこう、えー、手の動きを見てくださいね。 腕が前に行くんですけども、ラケットは後ろに行ってます。この時間差ですね。腕は前だけどラケットは後ろ。この時間差を作るのって結構こう難しいんですよね。これによりかなり力まなくても効率のいいボールを打つことができます。この重さのあるトンカチを使えば、 手首のシナリオの感じがよくわかるんですよね。重さによって手首のシナリオをうまく作ることができます。そして、手は前に行くけども、ラケットは後ろというこの時間差を作ることもできますね。まず、この感覚をしっかり掴んでから、本当にラケットで一度打ってみてください。今度はフォロースルーですね。このあの加藤美央プロのこのフォロースルーすごいですね。前にしっかりこう出ています。 えこれはあのミンラボさんからちょっと引用させてもらったんですけども非常にいい動画なのであのまた概要欄に出てるので皆さんも見てください。であの昔のプロからすればちょうどアンドレ・アガシより前のプロっていうのはこうフォロースルー固まってたんですよね。でも今のこのプロっていうのはそれ以降長いフォロースルーがしっかり取られててかなりこう前に引っ張っかり前に取ってますしもうボールの勢いがもう全然違いますよね。 なのでもう時代とともにこのとといいううかかかフォローなかかなりね、えー、よくなってます、えー、これトンカチを使えば重さでね手が引っ張られてこう打点前取ったりとか、えー、長いフォロースー取るのは非常にいいですねでフォロースーよくねこれ固めてしまう人いるんですよね。であのフォロースー数をしないでこうすぐこう固めてしまう人なんかはあのかなり、えー、直しやすいと思います。 これもトンカチを使ってますね。重さがあるので手が前にこう引っ張れる感じでかなり打点をこう前に取るとか長いフォローするを取るには非常にいいですね。よくフォロー数がねこれ固まってね折りたたむような感じになる人はこのトンカチとかまたちょっと重いものを使えば長いフォロー数とか手が前に伸びるという感じがわあのよくわかると思うので一回ねあの試してもらえればあのリリース解放するということがわかると思います。 次は空間認知にね、よるものですね。あの、プロってどんなとこでもでしょ。もう後ろだろうが、なんかいろんなとこだろうが、フォームと関係なく、こう、ラケット面を作ってコントロールすることができます。なので、背中だろうが何だろうが、この面の動きとか、面の人が全部わかるんですよね。で、そういうことをね、痩せなうための練習をね、紹介したいと思います。 これはまあ非常用で本当は男子がよくやっちゃうんですけどあのたまたまねちょっともう女子しか言ってなかったんでね女の子にあえて挑戦してもらいましたこの後ろ向けでどうしようもないようなねあの届かないようなボールでもこういうふうにあのラケットの位置を覚えるとあのきっちり触れたりするんですよねなのでそういう意味で後ろ向きになった,なったとしてもちゃんとラケット面がどこの位置にあってどういう動きをしてるかっていうのが 重さによってわかるという例を紹介させていただきました。プロがよく背面打ちとかいろいろやりますよね。どこに来てもコントロールしてしまいます。つまりどの位置にラケットがあってもラケットの面がどう向いているかっていうのを分かってるんですよね。そんな人が普通の打点で言ったらすごいコントロールだと思います。こういうふうに体のあらゆるところに来てもどういうふうにラケット面が向いているのか ラケットが動いてるのかっていうことを知ってるということは、これ運動能力的にかなり高いですよね。同じスイング、同じところでしか打てないっていうのは能力的にやっぱり限界があるので、こういうのも試してみてください。これも空間に位置的にね、えー、と背面打ちと同じようなところがありますよね。股、ま、の間に来たボールを えパッとこの時もえラケット面がどう向いてるのか水筒スポットがどこにあるのかっていう空間が分かってないとダメですよね。でこれ見てもらえば分かりますように単にボレーだけじゃなくてハーフショットもやってますよねワンバウンドしたものもうまく合わせてやっています。なのでこのトンカチを使えばその重さが分かるので正確に位置とその動きとかが分かるので空間認知を養うには非常にいいですね。この股抜き練習も 股の間を通る重さによってラケットの芯の位置が分かりやすいんですよねさすがになかなか綺麗にミートしてまっすぐ飛ばすの難しいですけどもラケットの動きっていうのを覚えるのには非常にね、えー、便利なアイテムということが言えます、えー、いかがだったでしょうか あの、ラケットにね、こう真ん中に当てるためのアイテムというだけでよく考えられてるんですね。まあ似たのでテニスポインターとかにあるんですけども、原理が全く違うんですね。あのー、重さが先にあるので、えー、目を閉じてもこうどういう風にその重さが移動してるのかっていうのがわかるので、 だから、ラケットの面に、こう、当たらないと、ガシャ当たりするっていう人は、ほぼほぼ、その、なんていうかね、ラケットの面が、どこに、えっと、あるのかっていうね、ラケットの面っていうか、面の、ま、あの、真ん中というか、芯ですね、当たるとこですね。で、実際ね、スイートスポットより先で打ってるんですよね。で、なので、あの、実際、その、どこで、どこの位置で、あの、当たってるのかっていうのを、こう、忘れてる場合が多いんですよ。なので、 あの当たらない人は一旦ラケットの面をこう目の前に作って目からどれぐらいの距離が離れているのかというのをだいたい5秒ぐらい、ねえっと、チェックしてもらって打ってもらえば結構すぐ当たったりとかもしたりするんですよねつまりあのよく見ないから当たらないんじゃなくてラケットの面の移動とかラケットの芯の位置が明確にどれぐらい離れているのかが分かってないんですよねでああいうトンカチってこう目を閉じてこう振ってもあの重さが分かるのでねあのもうここにこうありますけどこう。 ちょっと先があるので、重さが分かるので、なので、あの、目を閉じてもね、こうどこにあるのかが分かるんですよ。だから、なん,ていうんですかね、あの、えー、レッスンの間とか、練習の間でね、これ持ってるだけでいいんですよ。目を閉じて、こう持って、こう振ってるだけでもう当たります。 まあ、もちろんこれで、あの、当てる練習で、あの、やってもらってもいいんですけども、あの、ある程度当たっても当たるとか、それから、まあ、最初にこう目を閉じてこう振ってもらって、この重さの位置を覚えてもらって、え実際コードに入ってこう打ってもらうと、だいたいすんなりこう当たり始めたりとかするんですね。で、あの、よくあのバックハンドのハイボレーとかあるじゃないですか。これが当たらない人って結構多いんですけども、あの、特に年配の方なんかね。え、ところが、年配の方が自分のラケットでずっとね、全然空振りするのに、 これ、これ持つとね、急に当たり出すんですよ。とねえー、なのであの、どこの位置に芯があるのかっていうこの距離ね、これが覚えてない。 だからこれを使うと重さが移動するので重さで分かるのであの,真の位置の移動が分かるということなんですねまあそれによってあの例えば股抜きであったりとかそういうふうなあのこともそのラケットの重さがどこにあるのかが分かるのでこの背中の後ろにあったとしてもどこで動いてるかが分かりますからそのことによってラケットがラケットかボールがに当たるということですねそれと重さがあるのでさっきほどっやったラケットの振るタイミングとかお手首のしなりとか かそういうのを非常にね、あのー、活用できるものなのでね、ぜひとも、まあ、概要欄の方にね、詳しい、あの、えっ、ー、と、ご案内もあるので、一回見てもらえればね、あのーえー、ご案内できると思うので、一回ね、あの、検討してみていただければ、いかがかな、というふうに思います。結構ね、いろんなショットがね、直せるアイテムなので、また直し方がありましたらね、あの、紹介していきたいと思いますのでね、えー、皆さんもね、ちょっとまた、あのー、検討いただければと思います。ですね。えぇ、ー、とりさん、頑張ってください。